関鉄観光バス、板子営業センターは、かつて、茨城県板子市辻にあった関東鉄道グループの関鉄観光バスの営業所である。もともとは、関東鉄道板子営業所であり、バス車体に表記される営業所略記は IT であった。2010年7月16日廃止。以下に廃止時の状況を記す。当初は、関鉄観光バスの前身の一つである。 日本水橋観光バスから承継した一般路線も受け持っていた。当センター廃止後の一般路線は佐原営業センターに移管された。関東鉄道時代には保田系統の路線も担当していた。路線バス、関東鉄道時代に廃止関鉄観光バス移管後に廃止当初は貸し切りバスが主に配置されていたが、常述の一般路線も受け持っていたため、 一般路線車も2台配置されていた。以下、路線車の推移について記す。関東鉄道時代は、伊須津車が多く、特に、ローカル線も多かったことから北村製作所製の、ボディを仮装する、伊須津 MR が多く配置されていた。また、1995年には佐原営業所の、乗り合いバス部門が廃止されたことに伴い、同所に在籍していた路線車3台が当初に、 転入した。この時点で、千葉ナンバーの路線車はすべてミトナンバーに変更されて、消滅した。遺跡車は1997年に取り手営業所より、川崎鶴見臨港バスから遺跡したいす CJM1 台が、当初に転入したのが最初である。しかし、経年が古かったことからわずか9ヶ月で廃車された。その後、1999年に、 関鉄観光バスの発足に伴い、板子営業所に在籍していた路線車の多くが、鹿島営業所に転出した。板子営業所の一般路線車は、日本水橋観光から承継したもと、日本観光バスのイスズ MR3 台だけとなって、いたが、老朽化に伴い、翌年に、川中車体工業製のボディを仮装するイスズ CDM に置き換えられた。2001年に、沢原線が、 関鉄観光バスに移管されたことに伴い、鹿島から2台が当初に転入した。その後 CDM 置き換えとして、千葉交通から、日の RJ2 台が当初に移籍した。2006年には、筑波大学の学生輸送に使用されていた、日産ディーゼルスペースランナー RM が当初に配置された。また、一部路線の廃止に伴い RJ が、 本社営業センターに転出した、関鉄観光バスバス営業所の廃止について、ありがとうございます。